こんにちは。今日のテーマはムンジェインの首を切るしかない、日本はいい子でいることをやめたです。韓国が日本の半導体の材料を実質輸入できなくなったことは、韓国経済に激震であることは間違いありません。日本の取り尽くし間のない態度に、韓国の財界人はもうムンジェインに辞めてもらうしかないと言ったそうです。日本に差し出すものが何もないんです。あるとすればムンジェインの首くらいでしょうか。ハードルは高いですが、何でもありの韓国なのでできないはずはありません。現に前大統領のパク・クネは弾劾されたし、3代前のノムヒョンは弾劾の途中で自殺しました。経済破綻の危険性を突きつけられた韓国の与党議員がムンジェインを切る、崩壊しつつある今の日韓関係を救う方法はそれしかありません。